ではあるのです。長いこと付き合ってるとどうしてもね飽きてしまうことだってあるんですよね。そういうカップルたくさんいます。結婚したカップルでさえ3組に1組が離婚する時代なんですよね。付き合ったカップルはもっともっと別れてるんですよ。このね別れるっていう数を減らすだけでも日本って恋愛に溢れるんじゃないかと思いましてね、飽きてしまった時の対処法っていうのを6個皆さんにご紹介します。まずは1つ目、古典的な手法なんですけども、好きになった時のあの時のことを思い出して、なんで自分はこの子のことを好きになったんだろう、感情を思い出せるんですよね。今はね、小競り合いとか喧嘩とかしてしまって、なかなか相手にね、好きっていう感情を持ちづらいな、そういう状態かもしれないですけど、それでもね、好きになった時っていうのは、この人のこういうところが素敵だなっていうふうに思って、恋に落ちたはずなんでね、猛烈にアプローチしてくれたとかね、自分からアプローチしたとか、この時に優しくしてくれたとかね、シチュエーションを思い出して、恋心をね、もう一度ね、再燃させるっていうところをまずチャレンジしてもらいたいのと、2つ目、相手の好きなところを書き出してもらいたいんですよ。微妙だな、来てしまったなっていう時に好きっていうのを思い出すのはなかなか難しいかもしれないですけど、好きになった時のシチュエーションからね今に至るまでいいなって思ったところをバーッと書き出すんですよ。そしたらあれよあれよ結構あんじゃんっていうぐらい好きな部分っていうのは出てきたりするんですよね。単純に可愛いとか愛嬌があるとか、目が合った時に笑顔になってくれる、デートの行き先を結構提案してくれる、好きなものが似てる、趣味が似てる、たくさんね出てくると思うんですよ。今ちょっとね恋愛感情が落ち着いちゃってるけど、なんだかんだで他の人に比べたらやっぱ自分にめちゃくちゃ合ってる人なんだなっていうのを再認識できることだってあるわけですよね。そして3つ目、逆に嫌いなところを書き出してもらいたいんですよ。相手の嫌なところをね、あら探しをするっていうのはなかなかしんどい作業かもしれないですね。気の滅入る作業かもしれないですよ。ただしこれをねちゃんとしっかりやってください。相手のね嫌なところバーって書くんですよ。いっぱい出てくるかもしれないですけど、案外大したことじゃないなっていうことに気づかれる方も多いと思うんですよね。ただ今喧嘩してます、だからこそ相手に対して飽きてるなっていう感情を持ってしまってます、だったらこの喧嘩収まったら元通りになれるんじゃないかとか、相手の嫌いなところって言ってもね、昔は許せたよ、物を食べるときにくちゃくちゃ音立てて食べますわとか、それがどうしても嫌だったら別れりゃいいっていう判断になるんですけど、会いたい会いたいっていっぱい言ってくるのがうざったいっていうふうに思ってるっていうね嫌いな部分だったとしたら、それは相手と一回話し合ったりとかしたらその嫌なところって消えたりするわけですよね。消えるかもしれない嫌な部分ばっかりだったら素直に話してみて、なくしてしまえばねまた好きになれるかもしれないじゃないですか。4つ目です。今飽きてしまってる人たちのほとんどってどっちかが不機嫌になってる状態ってことがほとんどなんですよ。相手に徐々に飽きてきました、そしたらいつも通りのデートだってつまんなくなってきたりとか、連絡の頻度がどんどん落ちていったりとかってしている状態だと思うんですよ。これねどちらかが相手に対してね不満を持っていたりとか、イライラが蓄積されている状態で相手に対してね不機嫌になっちゃってるっていうことがほとんどなんですよ。どっちかが不機嫌になってるんだったら、その不機嫌の原因っていうのを整理してもらいたいんですよ。そしたら先ほどと同じようにね、なんだかんだで原因ってめちゃくちゃしょうもないことだったりとか、すぐに直せることだったりするかもしれないわけですね。自分が不機嫌になってるんだったら、これなんで不機嫌になってるんだろうっていうのを整理してもらって、その要素って直せるんだっけ、一生直らないんだっけっていうところを切り分けてもらってね、直せるところが多かったら話し合って直していこうっていうね、すごくポジティブな話し合いになったりするわけですよ。そして5つ目、ちょっと勇気出して言ってもらわないといけないんですけど、もう一回ね相手に対して好きって言ってみてください。言葉にするっていうところが喉で使えてしまってて、好きっていうこの言葉が出ないから不機嫌な態度をね相手に示してしまってるっていう方もいらっしゃるわけですよね。もし今はそんなに好きって思ってなかったとしても、今までねいろんなことしてくれて尊敬してるし好きだよっていう風に相手に言うと、相手が不機嫌になっちゃってたパターンで言うとね、相手の機嫌がギューンって治ってね、自分が大好きだった頃の素敵なあの子に戻ってくれるかもしれないわけですよね。そういう効果も期待できるから、このステップを外せないわけですよ。そして最後6つ目、初デートの場所に誘ってみてください。一番最初にお伝えした好きになった時のシチュエーションを思い出してくださいっていうのとすごく似てるんですけど、初デートスポット、ここにお誘いをすると相手もね、あこれ初めて行ったとこだ、思い出してくれたりとかするわけですよ。お互い初心に帰ろうっていうデートになるきっかけになるんですよね。でここまで全部やってもらった上でやっぱり違うなって思ったら、お別れするかもう少し様子を見るかっていうところの判断がねできるわけですよね。これ全部試したら良くも悪くもいい刺激になってね、長続きすべくカップルっていうのはちゃんとね仲を取り持って、またラブラブのカップルになれる兆しになるわけですよね。ちゃんと整理してお互いに話し合ってっていう機会をね設けたとしたら、皆さんはね今後の恋愛も比較的長持ちする恋愛を続けることができるようになるんでね、なんか違うなと思ってすぐにパッて別れてしまうっていうのを繰り返してたら、いつまで経っても結婚できないですよ。本当に覚悟を決めて結婚相手はこの人にするっていう風に最終的に決めようっていう真剣な恋愛なんだったらね、困難とか飽きっていうものをね乗り越えていけるような方法っていうのを皆さん知っといてもらいたいんですよね。ということで皆さん、明日もまた会いましょうね。アディダス。